アクバルに、戦利品を渡すアドハム、ハーン・アドハム・ハーンは、北、インド、ムガル帝国の政治家、武将。アドハム・ハーンは、皇帝、アクバルの奪頭であるマーハム・アナガの息子として、生まれた。父に関しては定かではなく、帝国の高官の誰か、あるいは皇帝フマーユンであるともされる。摂政バイラム・ハーン失脚後、アクバルの政権では、 マーハムは長が最も強大な権力を持った。それに伴い、息子であるアドハム・ハーンの権力も増し、アクバルの入兄弟ということもあって、政権で幅を振るうようになった。1560年、アドハム・ハーンは、ピール・ムハンマド・ハーンと共に、マールワー方面へと遠征に向かい、1561年にマールワーを占領し、マールワーの大使となった。だが、アドハム・ハーンは、 マールワーの支配者、バーズ・バハードルを取り逃がし、その最色権拳の詩人、ループ・マティを自死させてしまった。さらに、アドハム・ハーンは君主に、戦利品をすべて送る監修を破るという重大な過ちを犯した。アクバルは当然この権利を主張し、自らマールワーに無いその独善を抑えたため、アドハム・ハーンとの仲は非常に悪くなった。処刑される。 アドハム、ハンアドハムハーン病さて、フマーユーニ以来の重心アトガハーンは、マーハムアナが一派に対抗しうる存在で、彼の妻ジージー、アナガもアクバルのウバだったため、アクバルから彼は、養父と呼ばれていた。同様の重心ムヌイムハーンは、アトガハーンとの対立から、アドハムハーンに、その暗殺をそそのかした。調子に乗りやすかったアドハムハーンは、 ムヌイムハーンにそそのかされ、彼自身もアトガハーンが最小であることが気に食わなかったため、その暗殺を計画した。1562年5月16日、アドハムハーンは大勢の部下を連れ、アーグラ城の高越殿で会合をしていたアトガハーンを探検で刺し殺してしまった。この時、アクバルは神殿で睡眠中だったが、騒ぎで目を覚まし、事態を察して高越殿へと向かった。 一方、アドハムハーンは、高越伝を後にして、高級の前で中に入れるよう訴えていたが、テラスでアクバルと遭遇してしまった。アクバルは、よくも、私の養父を殺したなと言い、膝を屈したアドハムハーンは殴られて、床に叩きつけられた。それから、アドハムハーンは、脳髄が流れ出る、ようテラスから逆さにして二度にわたり、放り投げられ、あえなく絶命した。その後、 アクバルは自らアドハム、ハーンの母、マーハムが長に定調に詳しく事情を説明し、彼女は悲観に明け暮れた後、40日後に死亡した。ありがとうございます。